世界の果てがどんなところかもわからないし、早く駅に行こうぜ。ソラ、車両チェック完了。車軸チェック完了。動力チェック。おはよう、ホイールさん。ええ、おはようございます、シムランカの英雄の皆さん。今日の運転手はまたホイールなんだな。見慣れた顔で安心したぜ。本当に我々が同行せずともよろしいのですか、国王陛下。いいって、悪竜討伐は私たちに任せておきなさい。それに私の相棒は過去に竜を退治した経験。さすがは国王陛下のご友人。このような英雄の皆様がご一緒なら我々がとやかく言う必要もないでしょう。ええ、じゃあオルビット城は任せたよ。承知しました。ご心配なく、国王陛下。こっちの準備も大体完了したみたいだし、さあ出発よ。次の駅は世界の果てだ。乗り換え駅に到着しました。乗客の皆さん、足元に気をつけてお降りください。別の列車に乗り換えるみたいだね。あれ、ヒルチャールだ。あいつら。そんな。ホイールさん、ここは私たちに任せ。Yeah!
せよ。せい、風が如し。これでと。死にたいようだ。これでおしまいっと。お疲れ様でした。列車の点検をしますのでしばしお待ちを。車両に細かな傷はあるものの、全体的にそう大した被害はありません。よかった。じゃあ旅を続けましょう。この世界を見ておいて、あたみんなと仲良くなりなさい。お願いね。ニーローさん、大丈夫？私は大丈夫だけど、旅人が気を失ってるみたい。この人が受け止めてくれてよかった。じゃなきゃ、あのまま落ちてただろうね。軟弱だね。この程度のことで気絶するなんて。そんな風に言わないであげて。旅人はここ2、3日ずっと大変だったんだから。このまましばらく寝かせてあげましょう。え、でも今私の膝の上にいるし、ちょっとくすぐったいかも。カサッチさん、どうしてそこの芝生の上に寝かせてくれなかったの？はあ、わけもわからないまま落ちてきた4人を助けた上に、負傷者を寝かせる場所にまで気を使えと。こんな理不尽な要求聞いたことない。目を覚ましたぞ。おはよう、寝ぼすけ。さぞいい夢を見てたんだろうね。君が喜んでくれてるようで僕も嬉しいよ。君たちが突然滝の上から落ちてきたんだよ。しかもそのうちの一人は情けないことに気絶してると来た。念のため言っておくけど、高いところから落ちて異世界に行くような展開は稲妻のくだらない娯楽小説でしか通用しないから。下ろしてもらった後、お前はニーローの…パイモン。大丈夫。どこかぶつけたりしてない？めまいは？頭の中？なんて言ってたの？ここの霧は人に幻覚を見せる。
あの悪竜の仕業らしい。恐怖のあまり息が上がって吸い込みすぎたんじゃないか。ところでこちらのカサッチさんはあんたたちの知り合いなの？あ、うん。カサッチさんはスメール教令院の学生で、学院祭で知り合ったんだ。カサッチさんはその時インロン派の代表だったの。はじめまして。私はフォンテーヌのスピナディロースラの会長ナビア。よろしくね。みんなカサッチって呼んでるみたいだし、私もそう呼んでいい？ご勝手に。あれ、カサッチさん、その腰にある剣って。ふん、目が覚めたら刺してあったんだ。邪魔くさい。遠くに捨ててもしばらくしたらまた戻ってくるし、ほんといい迷惑だよ。もし気に入ったんなら彼にあげてもいいよ、この勇者の剣。待った、その剣のこと今なんて言った？まったく、勇者に与えられるべき勇者の剣を最もふさわしくない者が持ってるなんてね。え？ってことはお前は？こんな馬鹿げた称号一つに何をそんなに驚いてるんだい？いや、今までずっとオイラたちが予言の勇者だと思って。へえ、そんなにやりたいなら君たちにやらせておくの。でもお前が勇者ならどうして今まで。僕はただ外に出る方法を探していただけだ。この近くに他の世界に行ける船があると聞いて調べに来たんだけど、見てくれ、このひどい有様を。灯台は倒れ、船も動かない。この方法は使えないと考えた方が良さそうだ。お前がここで目を覚ました時、誰かに話しかけられなかった？はあ、そんなわけのわからない声に僕が耳を貸すはずないだろう。おい待てよ、どこに行くつもりだ？この場所をめちゃくちゃにした奴に会いに行くのさ。ここの連中が言う災いの元凶、この世界の巨竜のところにね。え、私たちと同じじゃない。だったら一緒に行かない？そこの竜の鱗を拾っておくといい、後で役に立つ。どこに竜の鱗。いちいち質問に全部答えてたら次の学院トーナメントが開催されるくらい時間が経ってるだろうね。まっかー、なんなんだよもう。久しぶりに会ったっていうのに相変わらず口が悪いぞ。不思議な鱗だな。触れたものが積み木みたいになっちゃうなんて、オイラたちには効かないみたいだけど。毒を吐き、触れたものを汚染する。道理で国王陛下、それから妖精殿と勇者殿も。
なぜこっちを見る。呼ばれてるのは君だ。ホイールさん、大丈夫？どこか怪我してない？いえ、ありがたいことにそちらの傘をかぶった親切な人に助けていただきました。この辺りはかつて積み木鉱山で働いていた者たちや、私たち同様悪霊を討伐しに来た者の。そうなんだ。ひとまずみんな無事でよかった。うん、その時は私も手伝うよ。ここの住民によると悪霊の巣は滝の裏側にあるようです。じゃあその滝の裏側に行く。では国王陛下と英雄の皆さん、くれぐれもお気をつけください。私はここで。ゴミか。属性を見下ろせん。来たけど水の勢いがものすごいな。通り抜けるなんて絶対無理だぞ。竜の鱗を出せ。お、なんでだよ。な、むや、お前にはもう聞かないぞ。おいらが自分でかん。ひひーん、お前に聞かなくても。おっ
この奥に悪竜の巣があるのよね。あれ、ナビア、いつの間に帽子なんかかぶったんだ？ん？だって戦いに行くんでしょ？だったらいつもの慣れた格好の方が動きやすいじゃない。ほら、カサッチも腰の剣をしまってるし。邪魔だったからね。お前は何か準備しなくていいのか？一緒に行きましょう。行っちゃった。急いで追いかけようぜ。うわ、何の音だ？地震か？あれ、あいつらは？まったく、勇敢と無謀を履き違えてるようだ。開けてるみたい。まるで竜が寝るための場所み。前方に注意しろ、奴が来る。
られた。この世界にまた新たな仲間が増えたね。でも彼の運命がそうなるのは確かなの？はあ、わしの計算に間違いがあるとでも？私は好きじゃない、そんな物語。だったらお前が言ったように、お前の童話の中でこいつ自身に自分の物語を探させるんだね。君の言う通りだね。いいかい、私の子よ、君の名は。武器を取れ。まったく、あと何回君たちを助けてやればいいんだ。ありがとう、カサッチさん。うん、頭がクラクラするぞ。なあみんな、なんか変なものを見なかったか？悪竜の記憶か。うん、どうやらみんな見た。あの竜、オイラたちが思ってた。この世界で起きてることはそう単純な。次にあの竜に会ったら、うん、オイラもそれ。もし上が童話の世界だとしたら、私たちはまるで次のページに落っこちちゃったみたいね。とにかく先に進むとしよう。遅れるなよ。